やってまいりました。おお、プレイ。さあやってまいりました、登ってまいりました。はいどうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。置いちゃったよねーつね。今日はですね、カブ世界の方にやってきております。前回これを作って以来かな、これを作って以来、まあ登れ、あ、登れるんだなこれ。今日はですね、こちらの方でまあいろいろやっていこうかということでございまして、あ、至るところにボンジュールみたいなね。そういえばこちらにもまた新しい手紙がね届いております。あ、ありがとうございます。ほらね、清原チームからいただきました。で、私は今回で、ね、ここね利用したあるものを作っていこうかということで、こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が中の小マグニー以後お見知りおきよろしくお願いいたします。それでは本日もやってまいりましょう。ショータイム。あのね、アスレチック的なのを作れないかなと考えております。スタートはね、あそこなんですよ。ゴール地点はだから、ホテルかな？あそこをこう飛んで渡ってあそこまで行くみたいな。うん、落下したらもう負けみたいな感じのやつ。まあ、とにかく一回登ろう。みんなにチャレンジしてもらおうということですね。素晴らしきアスレチックを作っていこうと思います。これね、クリエイティブモードではないので、相当まあ作るの大変だろうなっていう気はするんだけど、まあ多少そんな長くないコースで、クリアするのもそこそこ難しくってみたいな、ちょうどいい感じのやつをね、考えております。さあ、やってまいりました。登ってまいりました。だからスタートが、ここでいいんじゃないの？ね？こっからじゃあ登っていこうよと。ほいっつって。上に登っていくブロックを作るのはそんなに難しくないです。あ、危ない。ほ、ほ。だから、これね、こうするじゃん。で、速攻ちょっと難しい感じをしようと思うと、こうするじゃん。重たいな、やっぱりここ。こうやって登るみたいな。いきなりちょっと大変な、コースをね。作っていこうかと思います。で、ちょっとこういう感じのね。あ、サンマスもあるじゃん。落ち着くな。はい、で、次が、ここに、妖怪だな。妖怪が来るだけで一気に美しくなりますからね。ほっ。ほっ。で、ここまで行ける。で、ここ、こう、てってってって止まらないといけない。はい、で、しかもね、これ慣性の法則でさ、こう、こう飛んだ時に、やっぱり前に進んでいくじゃん。シフト押してね、落ちないんだけど、前に進んでいくじゃん。前に進んでいくから、こっちにね、次の、着地ポイントを作っておくと、体を振ってやってこないといけないという大変さが出てくるので、よいしょっつって一回止まって、こうですです、おーいみたいな。いいですね。わー、なかなか、おっとっと、ちゃんとシフト押してください。よいしょ。で、これ一個前に出せば乗れるよね。で、ここはもう絶対乗れないじゃんっていう感じなんで、ここか。松明でね、脇潰しもしたくないとね、敵が出ちゃうから。それではスタートですぐらいに、おお。あのさ、ホテルのさ、あの部分あるじゃん。あそこをゴールにしようよ。あ、あら、あら、あら、ボンさんだ。はい、ちょっともうこの段階ですげえ難しいよ。あー、これこうだ。これいけるかどうかだよな。いけるいけるいける。なんか、面白、トラップ作れんから。やばいよやっぱさ、でもさ、高いだけあってさ、落下までの時間結構あるよな。今の完全な操作ミスだったけど、うまくやれば水バケツとかで助かれるよね。で、あとね、思いついたのが、あったあったあった、トラップドア。これ水で登るのとどっちが早いんだろう。あ、そう変わらんな。水で登るのも、この、足場で登るのもそう変わらんですね。だから例えばここね、こうね、こう。こうしてくじゃん。間違えてクリックしちゃうともう落ちるっていうね。間違えてクリックすると落下してしまうっていう。難しいの行こうか。こう。むずいぞ。むずいぞ。ほ。そのままいけんな、おい。まあいいか。救済措置としてここに、はしごを置いとこう。じゃ、ここで一旦皆さん落ち着いていただきましょうか。ふーと。広いところがね。次も、ちょっとこう、だんだん降りていかないといけないよな。で、もしかこう、ルート分かれさせてもいいもんな。いや、ちょっと待ってね。三つ、四つ、五つ進んだあたりで、水を置いて、二マス下げる。あそこ。あ、いける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 。雲があるとすげえ分かりづらい。あ、分かった分かった。じゃあ、皆さん。次は、乱れジャンプ入れるよね。ここら辺になってて、下が水だから、これ意外と助かる可能性も非常に、高くなってきてますね。ちょっとね、水場みたいなところに落下するところも作っていいかなと思ってるんですよね。そうだな。もうここでやろう。ここで。あ、ボンさん来た、また。で、ここ水垂らすでしょ？で、結構下げたいと思います。
まあ、これぐらいかな。いた。どうも。よし。ほ。お試し、倉庫。いやー、怖いな。ここ難しいね、やっぱり。ほ。ほ。ほ。よいしょ。ほ。ほ。あぶれ、あぶれ。で、ここに水垂らしいの。ここ、まあ、とりあえず今、ここ立ててる。これで全部潰して OK だから。これ全部潰しちゃダメだからね。これちゃんと見ながら。はい、ここまで下がってくるでしょ。おいで、こういう感じの、1マスの落下ポイントを作ります。皆さん。結構、鬼仕様だけど、こうやって。なるべくちっちゃくしていかないといけないの、こういうのは。で、ここにしっかりと水を入れておいて、上の水を回収するでしょ？回収する。じゃあしばらく待つと、あそこに綺麗に落下しないと、落下ダメージをちょっと食らっちゃうよっていう絶妙なポイントが出来上がるはずなんです。で、ここでね、ちょっとしたトラップを仕掛けたいと思います。今、下で水が引いてる間に、無駄にちょっと移動しちゃう感じの足場をね、作っちゃいましょう。結局戻らないといけないですよ。こっちじゃないから、ゴールは。いち早く私の意図に気づいた方が、こっちに行かず、下の水溜まりに、ダイブしないといけないんだなっていうことに気づけるわけよ。この辺ぐらいまでにしていこうか。いや、なんだ、何もねえじゃん。あ、見っけた。おー、いいね、いいね、いいね。こういう感じの。で、次はね、あっちに向かって、舵を切っていかないといけないので、楽しいですね。これ、クリアできるかな？これ。一発でクリアできたらもう最強だよな。なんかうまく、その辺を企画化できればいいんだけど、その辺の頭が俺にはないので。まあ、とりあえず、作るだけ作らせてくれ。よし、ちょっとスライムブロックでも探しに行ってこう。例えばさ、あ、いいかもしんない。お、乗れるしな。おこのシステムいいな。今のギミックいいな。次入れよう。はぁ、怖え。さあ、ここか。で、ここに対してこうだろ。正解。直接ジャンプできなくもなさそうな雰囲気もあるけど、下にスライムブロックがあるんでね、ここを経由しないといけないんだな、ということで、また、はしごで、こう近づいていくと。はい、これでちょっとずつ、あとはもう高さを下げてって、あそこにゴールだよ。わかった。急激に下がるギミック、その2。こう！スライムブロック！に着地しましょうギミック。はい、こうするとスライムブロックにこうシフトをしたまま着地するとダメージを食らうので、シフトを押さない状態での着地をで、ビヨーンって跳ねると思うので、ビヨーンって跳ねないといけないような感じにしとけば、またそれも難しいよな。いくよ。こうするとビヨーンってなるので、そのビヨーンでしかいけないぐらいの高さ。普通のジャンプだといけないけど、でもあそこから行くといける。まあそれはそれでいいんだよな。ちょっとこう2個ぐらいこう高さ上がってる。これだと思ったらこっから普通にジャンプしちゃいけないじゃん。だから救済措置としてはしご置いて、ここからあそこから落下してビヨーンでそこに乗る。おー、いけた。なんかやってるボンさん。あー、やす。じゃあ最後はこう落下プラス氷塊だから、操作が割と難しいはず。ここね、落下プラス氷塊、こういうので心を揺さぶってあそこの中に入れればゴールだから、ここまで来たら、もうそっから多分直下で降りれるは降りれるよね。難しそう。で、こうだ。はい。で、そこにゴールみたいな。いや、どうよ。完成したぞ。あ、ドズルさんも入ってるね。収録だ。気づかなかった。どうも、ショータイムおじさんです。来た。じゃあ、作った私が飛ぶよりも、お二方が飛んでもらった方が面白いよね。いったん
いった。アイテム大丈夫なのか、あの人。どこで復活してんだろう。いってる。さあ、どんどん進んでいっております。さあ、どうなるか。次は、氷海ポイント。いったー、怖い。トラップドアを経由し、そしてなんとか着地。その後、少し下がってまいります。じゃあ私も行くぞ。は作った本人しかクリアできない、そんなコースじゃ、あ、こっちじゃなかった、自分で騙された。行った。さあ、今一度チャレンジ、どうする選手。さあ、どう行くのか。行った。ほっ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 、ここだ。結構助走がいる。よいしょ。ほっほっ、あ、むずい。あー